にちは、西山よしこです。このチャンネルでは和声がわかるとどんなことに役立つかということをお伝えしています。今日はまたカバレスキーの続きで9番と10番やってみたいと思います。では早速いってみましょう、はい。9番踊りです。でまずこの通り弾いてみます。シンプルな短い曲ですけども、はい。ではまず和音ですね、はい。和音は最初の4小節ずっと1度ですね。はい、1度 F です。そして次が、はい、これは2度ですね。でもバスにファーがあるので2七の第3展開、つまり2の2で考えればいいと思います。つまり Gm-on-F ですね、はい。でも普通に2度でバスがファっていう風に考えてもいいと思います。どっちにしろ Gm-on-F ですね。そして次 C がナチュラルになってます。なのでこれはドッペルドミナントですね。5度上の属七なんですけど、やはりのバスにファがあるので、5度上の5の2ということになりますね、はい。そして次は1度 F、 5度だけどバスにミがあるので、5度の第一展開5の6、なので C on E になりますね、はい。そして次の和音なんですが、このこれですね、はい。これはレバドってなってて、まあだからレバド、6の7って考えて、Dm-7 って、まずは考えられますよね。つまり6度だから1度の代わりに使えるんだから、ここで1度の代わり、そして増7、1度って考えれば一番わかりやすいかな。でもレバーがあって、なんかここの次にドミナントに行くので、ここサブドミナントに感じるんですね。なのでここは B フラットって考えてもいいと思います。そうするとというふうに、C レバー B フラットですね。 B フラットから C に行って F っていうふうにも考えられます。はい。でもし B フラットとしたら、このメロディーのドは補足音、続音保持、はい、ね、ずっと続音が鳴ってると、どんな和音かも関係なく続音が鳴ってるっていう、そういうふうに考えることもできると思います。そしてこれ2小節ごとにフォルテピアノってなって、そのコントラストをね、やっぱりちゃんとつけたいですよね。そしてっていうのが2小節目と4小節目でこう違っていて、なんかこれでまだ続く感じと一段落っていう感じがついてると思うんですね、はい。なのでこれちっちゃい子なんか実際に踊ってみるといいんじゃないでしょうかね。でフォルテのところは大きな動きで、ピアノのところは小さな動きで、なんかそういうコントラストを体で感じるみたいなこともしてみると楽しいんじゃないでしょうかね、はい。では、行ってみます。感じでいかがでしょうか。はい、では次10番行進曲です。はい、でアニマートって書いてあるので、まあこう元気よく歩いてる感じ、それが出るといいかなと思います。
な元気のいい曲ですね。はい、ではまず和音いってみます。最初は1度ですよね。そしてここの和音、ここはまあ次は1度ですけども、この和音ドミナントに感じますよね。だけど、上ファラレなんですね。でバスはソ、つまり、2度なんだけどバスにソがあるっていう形、 B マイナー音 G で、考えるといいかなと思います。でもソシレナラ、つまり G9、だから属句っていう風に考えても全然おかしくないですよね。まあどっちでしょうね。はい、D マイナーオン G っていう風な形ってよくポップスで出てきますよね。だけどやっぱりここドミナントに感じると思います。やっぱりドミナントにすべきだとも思います。はい、そして、次のところ、一瞬この C マイナーに行きますよね。ここまで、はい、単音ですし、ここ C マイナーでいいと思いますけども、つまり同主張に転調したかな、でもその後に、っていう風に、E フラットメジャー S ドゥアの属七一度っていくので、さっきのこの最初のところね、 C マイナーは S ドゥアの6度ってもう考えておくのが妥当かもしれないですね。はい、で、次です。S ドアのまんまですよね。でここがちょっとカノンのようになってて変化がついてて面白いですよね。はい、そしてこのここもさっき の, 最初の 1,2,3 小節目と同じ構造してますから、B フラット7 B フラット9って考えてもいいし、F マイナーオン B フラットって考えてもいいと思います。はい、そして次、はい、再び主張の C メジャーに戻ってきて、はい、そして属七、属七、属九ですね。最初のところと同じ D マイナー音 G でもいいし、G ナインでもいいと思います。とにかくドミナント、そして一度トニックにで終わるっていう風に。すれば、そういうふうに考えればいいと思います。それではこれは金管系でいってみたいと思います。C マイナーに行くところでちょっとやっぱり音量を落として、そして S ドアの属七一度でまたフォルテに持ってくとかね、なんか変化つけた方が楽しいですよね。フォルテしか書いてませんけども、なんかちょっと考えてみるといいんじゃないでしょうか。はい、ということで、はい、今日はこの踊りと行進曲2曲やってみました。はい、皆さんもぜひあでもないこうでもない、いろいろ考えて、楽しんでみてください。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。よろしかったらチャンネル登録とか高評価いいねをぜひお願いします。ではありがとうございました。